これね、真正面の写真、背中の方から撮ってます。真横、真横、それからおへその方から撮ってると。とこれが胸ですね。心臓です。まあ大きいです。それなりに。それなりに大きいです。でもまあ今のところあんま症状は出てないからいいんだけど、まあ肺やは綺麗だと思います。はい、映ってるのは肺内の骨もまあまあ肩甲骨とかね、上腕骨綺麗に映ってますね。真横。真横でこれが胸ですね、はい、とこれが心臓、まあちょっと大きいかな、からあとここに黒い管見えますよね、はい、これ気管なんですけど、この気管の太さがさ、ここ細いっすよね、ちょっと、でまたちょっとここから太くなっていく、でこういうのをね、気管管っていうんですけど、別にこれがあるからすぐ症状が出るわけじゃないんだけど、こういう子が咳出ちゃうと治りにくい、何になると、咳が出ると、あ、咳が出ると気管炎を起こして咳が出ちゃうと治りにくい、うん、まあといって何をしろってわけではないですけども、はい、からあと心臓が大きい子は7歳10歳過ぎてくると心臓性の咳も出てくる、うん、それは何が起きるかというと、こう気管があるじゃないですか、はい、でこれ気管支が分かれてるんですね、でこれ横から見るとこれ心臓で、この辺が左心房なんですね、こう叩くでしょ、うん、全身に血を送るために、そうすると気管支を叩くんですよ、でそのために心臓性の咳が出てくる、温度差が激しい時間帯、だから将来的に出るかもしれないから、それは知っておいてください。今のところない、全然と思います。さあ次、頸椎、胸椎、腰椎、まあ綺麗です。ただこの犬種は椎間板ヘルニアが多いし、犬種ではあるんで、まあまあここまでね、体重はこれぐらいで止めといてもらった方がいいですね。で年取ると、これもそう、7歳10歳過ぎると変形性脊髄症というのが出てくる子もいるんですけど、今のところそういう気は全然ないなと思います。股関節も綺麗です。これインご飯が入ってない状況でね、まあ、何も映ってないけど、肝臓は正常範囲の大きさで映ってますね。脾臓がちらっと見ていく、まあ正常範囲かちょっと大きいかなぐらいかな、でも心臓はだいぶ大きいかなというところですね。まあでもね、これもそう大きいからすぐ症状が出るわけじゃないからさ、うん、まあ、これでなんとか維持しててもらえれば、 ないんですよね、別に大きくならないようにする方法、うん、ない、その子の体質でも、まあ、そうですね、まあ、あとは塩分が強いもの食べちゃうと余計大きくなっていっちゃうから、そういうものはやらんでほしいんですけどね、しょっぱいもの、しかもちろん甘いものもね、うん、